皆さんこんこにちはいかかがお過ごしでしででょうかニューーーションチャーチャの三好明久です今日も「リビング・ライフ」のテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2023年11月13日の月曜日聖書の箇所は「信玄16章」1節から19節タイトルは「すべてのものの主権者を恐れ信頼する人生」です。 私たちがシューイエスの権威のもとに生きるときに圧倒的な勝利者として生きることができるそのことについてご一緒に教えられてまいりましょう「神言16章節節から19節人は心に計画を持つ」しかし したの答えは主から来る。人には自分の行いが皆純粋に見える。しかし、主は人の例の値打ちを図られる。あなたの技を主に委ねよ。そうすれば、あなたの計画は固く立つ。すべてのものを主はご自分の目的のために作り、悪しきものさえ、 災いの日のたために作られた心の高ぶりはすべて主に意味嫌われる断じて罰を免れない恵みとまことによって戸川許され主を恐れることによって人は悪を離れる主が人の行いを喜ぶ時敵さえもその人と和らがせる 正義によるわずかなものは不正による多くの収穫に勝る。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし主が人の歩みを確かにされる。王の唇には神々しさがある。裁くときにその口は神の信頼を裏切らない。正しい天秤と秤りは主のもの。 袋の中のおもり石も皆主が作られたもの。悪を行うことは王たちの意味嫌うこと。王座は正義によって固く立つからだ。正しい唇は王たちの喜び。まっすぐなことを語る者は愛される。王の憤りは死の使い。知恵のある人がそれをなだめる。 王の顔の光には命がある。彼の慈しみは後の雨をもたらす密雲のようだ。知恵を得ることは黄金を得るよりはるかに良い。悟りを得ることは銀を得るよりも望ましい。すぐな人の王子は悪から遠ざかっている。自分の魂を守る者は 自分の道を見張る高慢は破滅に先立ち高ぶった霊は挫折に先立つ。へり下って貧しい者と共にいるのは高ぶる者と共にぶんどり者を分け合うのに勝る。 私も信仰生活も四十周年を超えましてですねもう長い間イエスキリストを信じて生きてきましたその間ですね一度も離れたことがなくて <laughs> もうずっとですねこの信じ続けているんですけれどもその中でですね教えられることのは何かというとですね私はこの自分の計画がですね何一つ実現していないということなんですよね <laughs> 自分の計画が実現していなくてそして、まあ、一時的にはですねがっかりするんですけれども しかし結果を見れば神様の計画はもっっと偉大だったですからですね自分の計画が本当にうまくいかなくて頓挫する時はもしかしたら本当に神様はもっと素晴らしい計画を持っているいや本当に持っているんだということですねもう今では本当に確信することができるそういうふうになっているわけです。ですからですね今日の聖書を読むとですね人は心に計画を持つしかし下への答えは主から来る人には自分の行いが皆純粋に見えるしかし主は人の霊の値打ちを 図られるあなたの技を主に委ねよう、そうすれば、あなたの計画は堅く立つとあります。で、私たちはですね。本当に自分の計画神様の計画かどうかはっきり分かりませんよね。だから本当に主に委ねていくわけなんですけれども。でもその結果まあ、自分の計画じゃない計画が神様に用意されていることを知るときに、本当に神様って偉大だなっていうことを経験するわけです。 私もです、ね、アメリカで勉強している時にですねこの新学校の1年目にですね行っていたこの日本語の教会追い出されるんですよね先生がある時やってきてですねもう来週から来ないでくださいもう僕の人生は追い出されるばっかりなんだけど <laughs> でもその度ごとにですね神様は素晴らしい計画を用意してるんですけどもでその時にはですね僕はで寮の新学校の寮の友達にですねお前どこの教会行ってるんだって言ってですねそしてこの、えー、白人の多いですねこの悔い教会に行ったんですよね。 そしたらですね、その先生がこの自分を歓迎してくれてそしてワーシップチームでギターを弾いたんですそして半年ぐらいしたらですね白人のあの人がやってきてねそして「お前はジャパニーズか」って言うんですよねそう何人に見えるって言ったらね私のハズマンでもジャパニーズだで全く日本人の住んでないエリアで本当唯一の日本人そしてですね中込さんっていうんですけどもその方はまだクリスチャンじゃなかったそれからですね私は毎週土曜日のの、晩に、こ 彼のところでご飯を食べて、前世紀バスケットボールを見てですね、そして教会の働きをしたんですけどもやがてですねテリー中組,中組さんはこのイエス・キリフトを信じてそしてですねやがて、まあ、もう長い時間が経って私が日本に帰ってきた時に電話がかかってきて「実は私はまだ洗礼を受けてないんだ」って言ってですね、自分のふるさとの山梨県で洗礼を受けたいって,ってですね、僕は山梨県まで行ってそして教会を借りてそして洗礼式やったんですよね。 本当にですね追い出されてなかったらそういうことは起こらないで私たちはですね本当に自分が否定的なことを言われたり低い評価を受けたり、えー、する時にがっかりしてしまうかもしれないんですけどもそその必要はは全くくありませんそうじゃなててですね神様はもっっと素晴らしいい計画を持っているだから五節に書いているように心の高ぶりは全て主に意味嫌われる断じて罰を免れないとあってですねただ心の高ぶりを捨てる謙遜に主の計画を喜ぶ。 でそのことを私たちが望んでいくときに9節にあるように人は心に自分の道を思い巡らすしかし主が人の歩みを確かにされるとあるんですで私たちがもしこの主の権威のもとにそれを信じて確かなものとしてくださる主を信じて歩んでいくときにです、ね、私たちはこの王であろう方イエスキリフトが十0節から描かれているようにです、ね、正しい裁きをされる方なんだということを知るわけです 主が正しい裁きをされる。だからですねまあなんていうか理不尽なことを言われたりですねなんで俺そんなことを言わなくちゃいけないんだろうかってねいろいろね悪行像を言われたりね,ねいろんなことあったとしても最後は主が正しい裁きをされるから大丈夫なんだって。 これは私は牧師になった時に本当にそう思いましたもうあまりにも恐ろしいのでここでは言えないですけれども本当に神様がですね正しい裁きをされるわけですねそして十三節には正しい唇は王たちの喜びまっすぐなことを語る者愛されるとありますイエス様はですね私たちが本当に正しいまっすぐなことを語るそのことを喜ばれるはずですですからそれは表裏のない人生ですよね私たちがまっすぐに福音を信じて そして表裏なくく人生を生をきていく、ええ、でその時にはもしかしたら誰かとぶつかるかもしれないいろんなですねこの政治的な理由でですねも,うもしかしたら干されれるかもしなない、ええ、いろんこことが起こりますよねでも私たちは「主はまっすぐなことを語る者を愛される」というふうに書いているように、ええ、私たちはですね正直に主の前にいつも出てそして人間の顔色を伺かがわないで十五節に書いてあるように「王の顔の光には命がある」ええ。 彼の慈しみは後の雨をもたらす密運のようだと書いてあるようですね主の御顔を求めてそして主を教えてください主を導いてくださいある時には孤独ですよねある時にはみんなが理解してくれない自分だけがこの、えー、本当に孤独になるでもその時が主の御顔を求めていく大きな機会なんですよね私たちがですねこの正義や公正を求める人としてそして正しい裁きを求める主がなされることを信じてまっすぐに 本当のことを語り、真実を語っていくときに、本当にですね、裏表のない人生を歩んでいく。で、それは誰が見ているかって言ったらですね、実はこ声のない人たちが見ているわけですよね。まあ、上の人にはいい顔するけれども、下の人にはそうじゃないとかですね、そういう裏表のある人っていうのはですね、結局は信頼されないので、誰もついてこないわけですよね。でもですね、多くの人たちは、特に若い人たちは裏表のない人、 本当に主を信じてまっすぐに生きている人、その人たちをですね。この求めているはずですよね。で、その時に結果的にですね。まあ、私も40年ぐらい経ってますからね。信仰持っていい年だから、そろそろねでそのなった時に神様が多くの働きを委ねてくれるんですよね。神様がたくさんの大事な働きを委ねてくださって、そしてこの神様の求めていることは何かということですね。知ることができる。16節には知恵を得ることは黄金を得るよりもはるかに良い。 悟りりをを得得るることとは銀を得るよりも望ましいとあります私が人生を経験していくとき、主に信頼して主の権威のもとに歩んでいくときに人間的には一時的に本当に理不尽に感じること人間的には孤独に感じることがあったとしてもですねでもやがて知恵を得て悟りを得ていくそれが多くの人に対してですね今度は励ましとなりそしてこの助けとなっていくわけですよね。 私がですねこの大阪の教会追い出され不って15年やったんですけどこの「このリビングライフ」でねその追い出される話をし、えー、楽しそうに話してたらしいです。この前の伝道会議でねある人がやってきてね言うんですよね先生があの楽しそうな話をしてんのを聞いて僕は本当に励まされましたとか言ってね言ってるわけですよね。大丈夫だから本当にね神様は死んじゃいしたらね本当に大丈夫だから大丈夫だからってね言えるんですよね本当に大丈夫だったから。で私たちは本当にへりくだって悪から遠ざかる。 17節に「すぐな人は」の王子は悪から遠ざかっている自分の魂を守る者は自分の道を見張る自分が罪を犯してなければ自分が本当に悪から離れてそしてまっすぐに主の道を歩んでいるならば私たちは恐れることがない正しい裁きをされる方がいてそして私たちがまっすぐに語ることを喜ばれる方がいるでその時に裏表なく大胆に歩んでいく時に主は必ず私たちの人生に もっと素晴らしい計画を用意してそして主の御用に用いてくださるそのような人々となることができるそのことをぜひ覚えていきたいと思いますいかがでしょうか私たちはさまざまな困難を経験するかもしれません しかし私はその中にあってもですね圧倒的な勝利者になることができるパウロがですね言っている通り本当に神様ご自身の導きを信じて計画を信じていく時にですね私たちは恐れることがないしかしこれらすべてにおいても私たちを愛,愛してくださった方によって私たちはあった 圧倒的な圧倒的な勝利者です主の計画があるそのことを信じて今日も会いましていただきましょうお祈りします恵み深い天の父なる神様私たちの計画が飛んだし様々な人間的な策略や思いの中で本当に路頭に迷うように感じるようなことがあったとしてもあなたはあなたが私たちを愛してくださった 一人御祭もおしまずに愛してくださった、その愛を信じ、主の権威のもとに歩んでいくときに、正しい裁きをなされ、まっすぐに語ることを喜び、そして悪から離れるものを用いてくださる、あなたを信じます。主よどうぞ圧倒的な勝利者、そのことを信じて、今日も会いましてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン